てるんですけど、まあ、まず今日は昨日の夜ご飯の残りがないっていうのと、午前中出かけてて、で買い物行って帰ってきて、今もう1時なのでもうちょっと作る元気がなくって、スーパーでお弁当を買ってきました。ちょっとあんまり体には良くなさそうなんですが、もうとりあえずお腹空いたので食べます。今日のお弁当はメンチカツ弁当にしました。多分全部は食べきれないと思うので、ちょっと半分ぐらい残そうかなと思ってます。いただきます。とりあえず編集がちょっと一段落というか、キリのいいところまでできたので、今から夜ご飯を作りたいと思います。今日は、妊娠8ヶ月の1日を撮影させていただいたんですが、外出するときは、だいたいこんな感じなんですけど、外出しないときは割と、ずっと編集してるか、あとは眠たかったらソファーに横になって昼からちょっと寝たりとかするんですけど、そこそこぐうたらしながらやっております。今日は割と活動的に行動できた方かなと思っているんですが、こんな感じで1日 Vlog 終わりたいと思います。また、妊娠9ヶ月とか、臨月になってきたらまた生活スタイルも変わるかもしれないので、その時にはまた1日 Vlog 動画を回していこうかなと思っております。それではこんな感じで、編集もちょっとやりすぎるとちょっとね疲れてくるので、今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。